最後に、しっかりと4番の1人決めましたね。はい、最高の形になって、とにかく勝ててよかったです。ただダイヤモンドを待ってベンチに戻ってきたときに非常にホッとしたような表情を浮かべられたのが印象的だったんですけども、あの後ってのはどういう思いだったんでしょう。いやー、そうですね、まあ、チームが、全然勝ててなかったんで責任を感じてましたし、まあ、こうやって自分の一振りで、勝てて今日も、いい仕事でしたなと思います。そうですね、いいきっかけにしないといけないと思いますし、まだ交流戦、ありますので、まあ、なんとかいいきっかけにしたいと思います。さあ、それでは最後に今日もレッドスタンドたくさんのファンが詰めかけています。安田さん、そのファンに向かって一言お願いします。はい、ありがとうございました。今日勝ててよかったです。ファンの皆さんのおかげです。また来週からよろしくお願いします。Thank you.